皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。アベマの高校生による青春恋愛番組の新シーズン。今日、好きになりました。夏休み編2024。毎週月曜22時。が2日、最終回を迎えた。男女11人の恋の結末が明らかになった。写真。今日好き成立カップルがハグ。今日好き夏休み編2024。今日。 好きになりましたシリーズは「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。今回はオーストラリアのケアンズが舞台となった。前シーズンの「ホアヒン編から米沢リア」高校2年生北海道藤田宮高校3年京都府坂本ジェルージュマ 高校3年生、埼玉県、黒木聖奈、高校3年生、大阪府、にゃちゃん編から中村健太郎、高校3年生、愛知県、卒業編2024インセブ島、から那須川龍心、高校3年生、千葉県が継続参加。また、日本一かわいい中学生を決める、JC ニスコン2020グランプリの榊原樹里、高校3年生、 愛知県 JC ニスコン2022ファイナリストのただリオン高校3年生愛知県が新規メンバーとして参加第6話でリアとセナはフライング告白の後カップル成立となっていた今日月最終回でリタイアメンバーも最終日の2ショットでジュマは前シーズンから一途に思い続けていた優を呼び改めて告白優こと早坂優 高校3年は、何回も気持ちを伝えてくれたのは初めてだからありがとうと涙ながらに伝えるも、ジュマの思いに応えることはできず。ジュマは、全力で思いを伝えられたからもう悔いはないですと涙をこぼしつつ、ここで旅を終えることを宣言した。そんな優が思いを寄せるの派遣太郎。最後の2ショットで派遣太郎が、 ミヤちゃんへの気持ちが大きいから、ユウちゃんの気持ちには応えられないと率直に伝えたが、ユウアジュマから、頑張れ、と告げられたことを振り返り、ケンケンしか見てないから頑張ろうと思うと告白への決意を伝えた。その後、ミヤを呼び出したケンタロウは、ユウちゃんの気持ちには応えられないっていう話をしてきましたと伝え、ミヤへの思いが強くなっているとまっすぐ告白。2人で切り絵をして、 最後に仲を深めた。その、こと平松聡の、高校3年、へのアピールを続けてきた、後期、こと高橋後期、後、和正式には、はしご高、高校3年、が、最後の2ショットでまっすぐに思いを伝えるが、同じくその2行為を寄せている竜人は2ショットに行けず。しかし、他のメンバーの前でその2声をかけ、思いの強さを伝えた。今日月、 三角関係の結果は、今回は女子からとなった告白タイム。改めて優雅健太郎に告白するも、健太郎からの返事は、お付き合いすることはできません。優は涙ながらに、振られるのは4回目なので、恋愛もう難しいと切ない思いをにじませた。そのは後期と龍神の2人を浜辺に呼び出し、しかし、2人の思いに応えることはできない、と率直に明かし、 その絵の絵思いは誰も実ることがなかった最後に宮健太郎を呼び出すも、健太郎から、待って。と旅の途中であれば男子から女子の告白に変更しても良いというルールを持ち出す。こんなに変な僕だけど付き合ってください。と伝えると、宮も、お願いしますと返し、2人はハグ。カップル成立となった。こうして2組のカップルが成立。 9日からは新シリーズ、ドンタン編がスタートする。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。